はい、リオビログへようこそ。どうもリオです。本日は2月の16日土曜日です。本日はあれ道間違えた。本日はミラ、ジーノに乗ってます。正直軽自動車ってあんまり興味ねえんだけど、ちっちゃい車って興味ないと思います。これ面白いな、ミラジーノのターボ車。ただ残念なことにね、オートマなんだよね。これマニュアルだったら絶対面白いよこれ。ちょっと久々にテンション上がってます。ちょっとね、携帯固定してないからすぐ倒れちゃうんだけど、これ面白いマジで。はいはいはい、ちょっと今ね、友達から電話来ちゃったね。ちょっとね、 NA のさ VTEC なんかも正直面白いじゃない。ね、 NA の下から上までこう気持ちよく回ってく車っていうのはすごい楽しいのは知ってるんだけど、ただね、やっぱりターボ車だよね。 K でもターボ、スポーツカーでもターボ、もう CT やスーパーチャージャーなんかついちゃった日にはもうテンション上げ上げですよね。これはすげえ面白い、この車。あはは、これは面白い。ちょっと1台欲しいな俺。ミラジーノ買おうかな。台車ミラジーノのターボ車どうすか。やばい、テンション上がってる俺。久々かもしんない、こんなテンション上がってんの。ちょっとマニュアル、でもマニュアル多分値段上がってるよな。ミラ系のマニュアル人気だからね。サーキットで遊ぶでもいいしね、ちょい乗りでもいいし、車高ベッタベタで乗ってる連中もいるじゃない。で、カスタムパーツも多いからね、このミラ系ってね。いや、これはいいわ。ちょっと面白いぞ。面白い。ちょっとなんだよ、法定速度ってめんどくせえな。うわー、ちょっとこれサーキット行きてえな今年。ただ長距離には向かないよね。ちょっとどっか行こうとかね、遊び行こうかなっていうのには向かないけど、ほんとちょい乗りとかはこれ最高だな。ツーリングなんかはね、やっぱりああいうね、スーパーカーなんかで行くのが気持ちいいけどさ、前回走行はスポーツカーだな、やっぱな。ワークス？アルトワークスか。まあ、何年か前にうちにもあってさ、まあちょっと乗ってたんだけど、あれはあれでやっぱり面白いよね。やっぱ未だに人気な車だし、まああれも軽だからね。本当に維持費がかからずに遊ぶんだったらあの辺だよね、やっぱな。だからそれといい勝負するんじゃない、このミラー系のターボ車は。アルトワークス、ダイハツ、ミラーターボみたいな感じでしょ多分、わかんないけど。ねえ、でもさ、遅いくせに出てくるやつって何なのかな。ごめん、ちょっと話変えていい？メイン道路を走っててさ、側道から出てくるやつっているじゃない。で、特に多いのがトラックなんだけどさ、なぜ1台2台ぐらいこう見過ごせないのかね、やつらって。平気で出てくるよね、なんかこんだけ余裕空いてれば出れるべみたいな感じなのかもしれないけど、出れば止まるだろうみたいな感じでしょ。で、
そういうやつに限って法定速度以下で走るからね。わかんねえよね。ね、すごく自己中的な考えなのかもしれないんだけども、人の前に出たんであればそもそも走行の邪魔をするなと。特にあの一車線の道路ね、中道なんかは特にそうなんだけど、メイン道路を走ってる前に要は割り込んでくるわけでしょ、横から。そしたらね、あの後ろのペースに合わせるとかさ、譲るとかさ、そういうのをしないから煽り運転だとか煽られだとか危険運転だとかくだらないことをぐだぐだ言ってる連中が増えるわけでしょ。ダメだって。多分この動画を見られた方の中でもね、いると思うんですよ、そういう方が。何、煽り運転してるつもりはねえんだけど煽りって言われるみたいな、ね、ツイッターに動画上げられちゃうみたいなさ、ね、最近では何、その後ろから車が来たら譲ろうみたいなね、教習所でならなかったんですかみたいなことを言ってる人もいるんだけど、まさしく本当にその通りで、煽ってる人が悪いんじゃなくて、そもそもその譲ろうとする気持ちがないあなたが行動に出ないでくださいよっていう話なんだよね。すごくね、交通の邪魔なんです。でそういう人に限って後ろ見てないからね。ダメだね、そんなね、車乗ってれば前だけ見てれば OK じゃなくてさ、走ってようがなんだろうが前後ろ横には意識向けてないと。今だって35キロだぜ今。ここ60キロじゃないの、ここって50か。原チャリじゃないですか。あ、原チャリでも30キロなんかでしょ。ほら後ろも詰まってきてんじゃん、こいつだよ、この三菱。前いないからね、車。後ろダンプなんだけどさ、なんか俺が煽られてるみたいなんだけど、怖え怖え、軽で煽られるの、ダンプに。やばい、すごく抜きたい、横からズバッと。オレンジの線がそこにあるんだけど、ズバッと行きたいんだけど、それやっちゃうとあれだからね、我慢しますよ。ええ、マジ勘弁して、ほんと勘弁して。まあいいや、とりあえず話戻すとですね、あのミラ G の、なんか足で、ほら前からさ、こうね、預かった車だったりさ、うちにこう入ってきた車なんかをね、乗った時に動画撮ってるんだけど、前に撮ったのはライフディーバー、ライフのターボ車、ね、あれはあれで、あれはどっちかっつったら快適な車だよね、ゆったり乗れる。ミラ G のつか、ミラのターボ系はどっちかっていうと、まあ俺のイメージね、はアルト系に近いのかなって思います。アルトワークスか、まあ2駆と4駆で駆動方式は全然違うんだけど、安定性も違うけど、でも面白いな。で多分ワークスよりこのミラ系のがね、もしかするとまた傾いちゃったわ、安いのかなって思うんだけど、いかがでしょう。ごめんなさい、声だけしか入ってない。まあとりあえず目的地に着いちゃったんで、とりあえずそんな感じです。まあまた今日も緩い動画でした。では。